こんばんは。さて、2019年も終わりが近づいてまいりました。というわけで、今年のバンドリ TV 流行語大賞ノミネートを発表いたします。こちら、今年も番組からたくさんの言葉が生まれました。ガルパー筋肉、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 見つけたよ、ガルパ番長サイチ。はい、じゃあミスアミター。はい、フランメ。 NO。 え、違います。全然感情が足りてない。エモーションどこ行っちゃったの。はい、これいきますよ、フランメ。こちらはバッサ。ドイツ語で水という意味ですね。いいですか、もっと感情を込めて水になって、水になって OK、 バッサ OK、 Repeat after me、 バッサバッサ。そしてはい、うちらをポッピンパーティー。ちょっと可愛いですね、なんか歩いてお茶飲むみたいな。いや、あれかっけえし。え、ちょっと他のバンドもっかい。言語はパシャ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 。アイミンである。パシャ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 。アイミン。お、やだ、私。え、これ何ですか。これは、はい、スタービート星の鼓動から撮りました。え、実は年末かな、あのなんか去年一緒にメンバーで、うん、あのつむぎりさの家に集まって、うん、あのご飯を食べたんですけど、その時レイチェルさん豚キムチを炒めてくださって、あのラスの母と呼ばれております。ラスの母。ラスの母。そうなんだ。いや、なんか頼りたくなる感じする。テリあれ、そっか、あ、出た。うわ、最悪や。最悪だ。アイミンはさ、そうやってさ、ダメみたいだからさ、やっぱり、まあ、さっき私はやっぱりくすぐったかった。罰がある、君にこれを与えよう。もう最悪や。反応しとけばよかった。え、ほんまに言ってる。言っとこ、バチッと言っとこ、バチッと言っとこ。ビリビリアフィル、ギュッとな、ギュッて言っとこ。一緒に行かへんよ私は。え、はい、でも2個ある。やだ、行こう。2個ある。あれ、え、ちょ、え、よし、やろうぜ、一緒に。じゃあこれ私掴んでるね。こいつ繋いでたらさ、これさ、みんなでやれば。え、いや、罰ゲーム、罰ゲーム。ほら、みんなで行こう。みんなでやるんですか。行くで。私が。アミタのガチビビリがすごい。行くで。せーの。せーの。せーの。リズム、ふへへふえゲーム。はい、なんだかわかんないと思うので、なんだそれ、萌えしが説明してくれます。はい、説明します。私が演じるカノンちゃんといえばふえーで、イクミンが演じるマヤちゃんといえばふへへですが、この2つの単語を使って、うん、ガルパにも必要なリズム感で競いたいと思います。わお、全員で輪になって、うん、最初の人が、おお、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。あゆみ先生。ちょっと待って。結構人生の早い段階で習うよね。感じ。正解は、じゃん。もっと欲しいです。自由だ。北海道の最北端、せーの、わかない。あ、え、行かないって言っちゃった。じゃあ、はい、発表していこう。うん、私からいい。うん、どうぞ。じゃん。 MC かわいい、 MC 面白い、 MC 仲良し、 MC 愛し合ってる。うわ、いい。 MC 愛し合ってる、これでいいやん。これいいよね、うん、よくない、よくない。もうできましたね。あ、アミタ、アミタ、アミタの店内で召し上がられますか、それともお持ち帰りですか。お持ち帰りや。あ、お持ち帰りですと消費税が 8% になりますので108円となります。 OK、これ108円や。はい、ちょうど。ありがとうございます。じゃあこちらコーヒーです。お気に。ありがとうございます。あかん、雨降ってきよった。姉ちゃん店内で飲むわ。あ、店内ですか。店内ってなると消費税が 10% になっちゃって110円となりますので差額の2円いただきます。なんや、細かいな。じゃあええわ、店の前で飲むわ。あ、わかりました。
めっちゃ雨降っとるやん。ええ、ちょっと待って。あ、10%。え、なんです、何、こっち来ると 10% です。あれ、え、ちょっと、あー、8%、 OK です、 OK です。ここ 8? ここ8、いや、めっちゃ雨すごいわ。あ、降ってきよる、降ってきよる。あー、10%来てる。え、10%来てる、うん、10% 来てる。 8%。 あー、9ってのがあんの。9あります。あの、その横の電って書いてあるのは何ですか。電池ですか。これ雷門ですね。あれ、あ漢字がこういう雷門。あれ、いや、なんだろう、東京電力、東京電力。あー、なるほど。東京電力の興奮をいつでも楽しめる一作となっております。パーティー、ぜひお手に取っていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。ふはらりくかんだね。代表行くぜ。お願いします。ラブラブマジカル。私を好きになる魔法かけました。おい、どうなってんだよ。それでは自己紹介お願いします。はい、はい、アフターグロードラム宇田川智恵役、ひかせよこです。ソイヤ、うわー、ソイヤだ。クラフトエッグ、バンドリ、アナログガールズバンドパーティー。え、何、アナログ。え、じゃあ曲を選んで。え、曲、あ、じゃあ、ホッピンパーティーさんのサークリングで。はい、ナウローディング。今からアナログでノーツが落ちてくるから、はい、アミタそれをタップして。ノーツ、うん、うん、そう、じゃあ行くよ。パーフェクト目指して頑張ってね。ライブスタート。ドキドキしよう。お、始まる。家で一人でやってるやつなんで。わっ、びっくりした。あ、でもね、山がつく自己紹介他にもあるんだよ。山吹き飛ばしてパンを焼く、ポッピンパーティー、タムタムイエロー、山吹さあやです。すごい豪快ですね、山吹き飛ばして。そうなの。それからね、山といえば鳥住む親。ロロ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 、バインバイン、お、バインバインバイン、僕はボールバインバイン。あ、ボールでバイン。僕、道に迷っちゃったのかな。どうし、前島さん、気になるものはございますか。はい、そうですね、どれもとても目立っていたなという印象なんですけれども、まあ、個人的に一番気になるのはこの下のバイン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 。メッセージアプリのような響きですから。あの、 JK がよく街中からバインバインって。そうですよね、吉田優里さんが発言されましたから。そうですね、コロッケ屋さんとかでも結構、もう結構ね、流れていたりとか。コロッケ屋さんでよく聞きましたね。目にしましたね。野球少年なんかもなかなか、ソフトボール少女とかも。あ、そうですよね、バインバインで、バインでもバインでやり取りしてるぐらいな感じ。そうなんですね。そこまで、かなり有力な候補ですね。ええ、谷さんいかがでしょうか。私はですね、やっぱこのポッピンパーティー。あー、最近なんか制服に刺繍とかもされてるみたい。そうなんですよ、流行ってるんですよね、刺繍が。さて、視聴者の皆様にはこの中でどの言葉が大賞にふさわしいか SNS でつぶやいていただきたいと思います。また他にノミネートするべき言葉がある場合も書き込んでください。ハッシュタグはこちら、バンドリ TV 流行語大賞でございます。これで最終的に大賞が決まるんですね。いえ、決めません。決めない。はい。手間が、え、あ、はい、手間、大賞の方には、何かしてあげる予定もございませんし、予算の場所もございませんので、私たちが検索して喜ぶだけでございます。では検索して喜んでいきたいと思います。はい、それではまた。